はい、まず1番、丸1番ね。はい、ロックグリップはこういう感じ。だいたいまあ1フレット、2フレット間ぐらいかな。親指乗っけて、2フレットぐらいかな。で、4弦から人差し指、開放弦と、まず人差し指で中指と薬指をくっつけて3フレット。これが1回目ね。で次3弦、0、2、3、またこんな感じです。2つ目やとね。次3つ目、2弦でやるやつやね。こればっか続けましょう。次1弦の練習。全部つなげると楽譜通り。タタタタ。こうか。次。もうこのロックグリップは基本的な0、2、3、こんな感じかな。はい、1番ね、1番ロックグリップ、これはここにね引っ掛けて、あとは落ちないようにこっちで持ちましょう。で12フレットちょんちょんとなってるのが体の中心に来るようにね。で開放と人差し指とこの中指と薬指両方だといいかな。したりだとか、こういう風に残さないようにこっちが主体でやってください。今度こっちだね。これがで移動、ここまで来たらこれこういう風にすると4弦がミュートできないので、このまま2本同時にならないようにね、ミュートしておく。でその次こっちまで来てもいいんだけど、そうすると4弦が空いちゃうので寝かせてもいいです。まあ、僕は ここで止まってるから、ね、こっちにはあんまり行かないです。今はまあ人差し指だけでやったけど、まあ、こうやってやるときも一緒だね、うん。